に運命の出会いですね。ハンターのお姉さん、ポスター撮影にご興味はありませんか？お待ちください、ハンターのお姉さん。ボットに3分だけください。そうすればきっと興味を持っていただけるはずです。わかりました。まずは自己紹介を。私はトゥインクルスタジオのスーパーセールスマン、ボット PHO です。当スタジオはカップルポスター撮影イベントを開催中で、撮影したポスターをショーウィンドウに展示する予定です。そしてポスターを見た方に投票していただき、ベストカップルポスターを選出します。ハンターのお姉さんは綺麗で凛としていてかっこいい素敵な女性です。撮影にご協力いただければ街中を魅了して、最優秀賞および限定フレーム、トゥインクルファッションリーダーをゲットできるに違いありません。そうでしょう。さっきハンターのお姉さんは猫の鳴き声に引きつけられてきましたよね。きっと動物がお好きなのでしょう。実は今回のイベントのテーマはペットです。恋人とポスター写真を撮りながらいろんな動物と触れ合うことができますよ。もちろんご自分で可愛い動物のコスプレをすることもできます。スタジオ内には様々なアイテムが揃っていますよ。ありがとうございます、ハンターのお姉さん。ご期待に添えるよう頑張らせていただきます。にゃあ。私の顔に何かついているか？そんなに時間がかかるものか。楽しんでいる猫の手を止めてもより興奮させるだけだろ。足元を見ずに写真ばかり気にしていては、その新しい靴まで惜しむことになるぞ。車にわざわざサンダルを置いておく人などいないだろう。さっき撮った写真は全て持ってきたな。礼を言った方がいいか？私の顔にもう一度猫のひげを描くつもりではないよな。ユキヒョウ？フォトスタジオのあれか。私の記憶違いでなければ、これは非売品ではなかったか。腕にほつれている部分があるから、撮影アイテムとして使うしかないと、オットーが言っていた。わかった。今晩手術を手配しよう。ペンギンちゃんはバッグの中で休んでいる。アザラシさんはバルコニーで日光浴中だ。だがこの子は人懐っこい性格のようだから、治ったら持ち歩いた方が安心かもしれないな。
町の環境に慣れておくのは悪いことではないだろう。帰宅ラッシュ時の市街地でドライブをすれば、通り沿いの看板には詳しくなるだろうな。この様子、見覚えがあるな。私が言っているのは、真剣に物事に取り組む時の集中した表情のことだ。私は動物との親善大使まで務めるようになったのか？動物たちはカメラが苦手だから、あまり無理はさせたくない。ありえるな。まあ、ここには怖いもの知らずの大胆な奴もいるが。それでも足りなければ、梨ジュースを追加してもいいぞ。この二人の写真、かなりいいよな。俺たちもみーちゃんとこういう感じで撮ろう。そりゃ美男美女だからね。まあ私たちのみーちゃんも負けてないけど。練習相手は一人しかいないから、私の訓練の成果は彼女が一番よく分かっているはずだ。ありがとうございます。ポスター写真のお二人ですよね。あの写真本当に素敵です。一緒に写ってた猫はお二人で飼われてるんですか？毛並みが良くてツヤツヤしてるから大事にされてるんだろうなと思って。じゃあ、あなたたちもモデルさんなんですか？写真を見た感じ、てっきりカップルなのかと。親密なポーズとかもすごく自然だったので。ああ、そうだ。行きたいのか？では、今日は空いているか？スタジオの猫たちはチキン味が好きで、病院の靴下猫はサーモン派だな。おやつの食べ過ぎは良くないから、2箱ずつで十分だ。レーザーは猫の目に影響を与えかねない。猫じゃらしにしよう。私が週末に学会に出ていただけではないと、お前が証人になってくれるはずだ。
私の顔はそんなに怖いのか。動物に嫌われたくないと思うのは当然だろう。ねえ。ねえ。お前の言う方法とは餌で釣ることか。羊はなぜこんな野菜を好むんだ。うっかりにも程があるな。好き嫌いがあるようだ。ご飯だよ。確かに効果的だな。これで合格か。許可していただきありがとうございます。お二人の写真のおかげでスタジオはより盛況になりました。近所のペットショップのオーナーからもペット撮影サービスについてのお問い合わせがあったんですよ。そういえばこちらは前回オットーがお兄さんにプリントを頼まれた写真です。どうぞご確認ください。せっかくの思い出だからな。いつでも見返せるようにしたかったんだ。写真立てを一緒に選ばないか。どれもいいな。飾る場所ならたくさんある。オフィスのデスクにも一つ置けるし、寝室のナイトテーブルもちょうど空いている。書斎の机にはお前と羊のツーショット写真がぴったりだな。ならお前の家に飾るものを選んでくれ、代理人さん。店からのおまけだ。先日誰かさんが徹夜で報告書を書いていた時の顔とそっくりだ。
お前から見ると私は羊と猫とリスに似ているのか？少しな。竹。恋ワンちゃんだ。きっとこの子も君のことが大好きなのだろう。レイ先生もワンちゃんが大好きでしょ。先生のお部屋でワンちゃんと一緒に撮った写真を見たよ。でも写真立てには猫ちゃんのシールも貼ってあった。レイ先生はどっちが好きなの？一番好きなのは写真に写っているもう一人の人だ。それってシロが私のことを好きなのと同じ好き？あ、わかった。きっとパパとママみたいな好きなんでしょ。じゃあどうしてそのお姉ちゃんと一緒にいないの？好きな人とはずっと一緒にいなくちゃ。ママ、レイ先生、私先に行くね。先生も早く好きなお姉ちゃんに会いに行ってあげて。ああ、そうする。いつからそこにいたかは聞かないでおく。いや、だがお前が望むなら今度面と向かって改めて言ってもいい。クロピドグレルだ。時々オフィスの窓辺に食べ物をもらいに来る。病院の庭で暮らしているようだが、今月見たのは初めてだ。カメラを向けられて少し緊張したのだろう。私とお前のようにプロとして訓練されていないからな。同じ好きではないから比較はできない。子供でも理解していることだ。やはり今伝えた方がいいか。お前が私にくれたサプライズはどんなこととも誰とも、それからどんなに可愛い動物とも比べられない。だから今後は私と動物だけのツーショットを撮ってくれなくていい。私が最も大事にしたい、最も好きな瞬間にはお前の姿が欠かせないんだ。